山貯水池東側の谷を整備して子育てファームランド兜山が2021年4月にオープンしました。環境省による生物多様性保全上重要な里地里山500にも選ばれた兜山グリーンエリアの中にあるこの場所でスタートしたのが、乳幼児を持つ家族対象の子育て支援プログラムです。 NPO 法人子ども環境活動支援協会が運営し、自然遊び、農業体験、デイキャンプなどを通して親子で成長できる遊びと学びのひとときを提供しています。まずこの後ですね、今日一日皆さんが居場所にするシェルター、緊急事態宣言を受けて春の活動は一時休止となっていますが、本来ならば4月、5月、6月の3ヶ月の春コースと7月、8月、9月、3ヶ月の夏コースにそれぞれ10組の親子が参加して、毎月1回季節に合わせた内容で1日を過ごします。市街地に近い場所でありながらファームランドには自然がいっぱいです。まずはシェルターと呼ばれるテント作りから1日が始まります。子どもたちも重たい荷物を運び一生懸命にお手伝いです。しっかりと説明を聞いてからスタッフにも手伝ってもらいながら骨組み作り、親子で力を合わせて作業します。作業開始からおよそ30分、家族で過ごす基地が姿を現しました。テーブルを運び込んでクッションマットを敷き詰めたらテントがようやく完成。親子で力を合わせた一日の始まりでした。自分たちが一日過ごすための基地が出来上がったら、今度はお待ちかねの農業体験。この日はトウモロコシとネギの植え付けです。無農薬で作るのは非常に難しい。置いといたら 100% 虫が入りますっていうぐらい、いつかは食べられる方なんですね。というのも甘いですよ、美味しいで、トウモロコシは収穫した時から味がどんどん落ちていくので、取ってすぐっていうのが一番美味しいんですね。まずはお野菜の説明を聞いてから親子で苗を植えていきます。で、これで埋めればいいの？愛情込めて植え付けた苗にみんなで水やりをしたら、苗の植え付けは完了。これで午前中のプログラムは終了。午後には無農薬野菜の収穫もありました。植えたものがどうやって育っていくかとか、その過程が見れるのがすごくいいなと思って。こういう機会も少ないので、やっぱり実際にどう育つとかどうなっていくかっていうのを体験できるっていうのが一番大きいのかなと思いますね。ようやく準備してきたね、甲斐があったというか感じます。もうみんな喜んでくれてますし、元気にね遊んでくれてるので、やってきてよかったなという感じですね。親御さんも楽しんでいただけてるようなので、そういった声もね、おっしゃってくださるんですごく嬉しいですね。